皆さんこんにちは、りょうかです。はい、今回ですね、もうずっと楽しみにしていた撮影をしていきます。で、今回はもう本当に僕人生で初めて美容皮膚科に行く動画なんですけど、とくとご覧あれ。はい、では準備していきます。まあ、こんな感じで、まあ、僕はいつも起きています。本当最近マジで生活習慣狂って、まあ、本当に意味わかんない時間に寝て、意味わかんない時間にわーお、本当最近やばいです。で、こんな感じで起きて、まずいろんな髪の毛して寝癖すごい起きます。わー、起きた、うーん、イエーイ、いい目覚めだ。で、こんな感じで起きたら、まあ、目を描いたり、花粉症、僕花粉症で、花粉症です。で、携帯見たりします。で、歯を磨きに行きます。で、なんで僕は美容皮膚科に行くんだよお前って思う方がいると思うんですけど、僕本当にメイクをし始めてから、前よりもなんか肌の悩みっていう、まあ、ここが気になるなっていうのが増えたし、まあ、友達とかでも行ってる人がいて、あ、それもずるいずるいと思って行きたいなと思いました。で、今はヒゲ剃っています。で、本当にヒゲ剃りの時間って本当無駄っていうか、まあ別になんか夜お風呂入る時にすればいいじゃんと思うんですけど、お風呂寝てる間にヒゲ伸びてるから、マジでもう朝剃らなきゃとんでもなくなる。イエーイ、剃ったよ、イエーイ。で、こんな感じで服を着替えていきます。こんな感じでポイって投げたりして、まあ、今日は普通にこんな感じです。イエーイ、シュッティカパノーラマーバーン。では行ってきます。ビューン、プリン。今回お世話になるオラクル美容皮膚科さんです。イエーイ。韓国で40院以上、アジア全体で80院以上あるオラクル皮膚科美容外科の日本院です。日本院はお肌のみ手術ができるみたいです。韓国の美容医療だけではなく、日本式の美容医療も取り入れていて、シミ、ニキビ跡、毛穴、シワ、たるみなどの肌治療ができます。韓国式の美容医療や韓国のドクターズコスメを買うことができて、韓国が好きな方が多く来院してるみたいです。東京だと新宿、大阪だと梅田にも店舗があるみたいです。イエーイ。こんにちは、よろしくお願いします。今日聞きたいことがいっぱい。あ、すいません。僕初めて美容皮膚科に来たんですけど、初めての方に合う手術とか、初めての方がやる手術とかってありますか？悩みか何かによるんですけれども、はい、もしニキビお悩みの場合でしたら、ピーリングがおすすめです。はい、で、初めてでやっぱりレーザーとかは抵抗があるという方も結構いらっしゃるので、その場合は痛みもなくて、まあ、ダウンタイムもないものから始められるのがいいかなと思います。はい、ありがとうございます。僕今20歳なんですけど、僕みたいな若い感じの人も来たりしますか？はい、もちろんいらっしゃいます。で、未成年の方ですと、まあ、親権者の同意書が必要となりますけれども、はい、まあ、若い方もたくさんいらっしゃいます。リカさんのように、はい、まあ、20歳になったので美容皮膚科に行ってみたくて行きましたっていう方もたくさんいらっしゃいます。皆さんもどうですか？あと美容皮膚科って女性のイメージが強いんですけど、はいはい、男性とかって来たりするんですか？はい、とっても多いです。で、新宿院の方は、まあ、場所も新宿の東口の駅前なので、はい、まあ、場所もまあ、ビジネスマンの方とか通いやすいって、はい、もともと男性の方多いんですけれども、最近特に男性の方多くなった印象で、まあ、カップルだったりとか、お友達同士だったりとか、親子で来られる方とかも多いのが名古屋の特徴です。今の肌の一番の悩みってありますか？でもやっぱりここの赤いっていうか、ああ、黒ずみですかね。はい、黒ずみが、はい。今日やるハイドラフェイシャルっていうのは、このこう角栓、汚れをこう吸引しながら取ってくれるんですよ。で、普通のピーリングって塗って溶かすんですけど、はい、塗るだけだとここ頑固にくっついてるので、はい、なかなか取れなくて、ちょっと引っ張り出すって感じですかね。で、メソナジェイって言って、ちょっとこれは電気を通してくれるんですけど、はい、ここに電気を通すと細胞と細胞が少しこうやってふわーっと離れてくれるんですよ。で、ここを細胞と細胞のこう間が空くので、この間にこういうビタミン C とかコリサン酸とかヒアルロン酸とかを入れれるよっていう。やっぱりダウンタイムもないので、すぐ日焼け止めとかなんで、お外に出てもらっても大丈夫です。始まるよ。ピーリング剤全体的になじませます。先から失礼します。振り付きとか感じたらすぐ教えてください。はい、すごいですね。すごいですか？新感覚です。あ、新感覚。はい。切りつけは今大丈夫ですか？はい、全然何も。はい、ですね。はい、こんな感じでやっていくんですけど、引っ張られる感じはあるんですけど、本当めちゃくちゃ リラックス、もうめちゃくちゃ眠かっちゃって、全然 YouTube 撮ってるのに喋らなくてすみません、本当。
てください皆さん、これが僕の汚れです。わかりますかね、角栓が。うわすごい。そうなんですよ。男性の方にとはとても角栓少ない。本当ですか。はい、そうです。これからも頑張ります。トラトラトラとか鼻のあこれ冗談です。すごいです、これマジで。違うでしょ、でもツルツルの下のところとか、はい、こういうところとか。1回だけでもすごいですね、これ。1回だけでもめちゃくちゃツルツル、すごく。おお。で、これはあの電気通すやつで、まあ、確かになんか電気通ってるなっていう感じがあるんですけど、本当にまあ普通、まあ、なんだろう、まあ、何、なんか、へーって感じ、へーっていうか、そんな感じなんですけど、本当これもあの普通にもう、バク、まあ、もう本当に、動画のために喋らなきゃと思いながら、もう本当にまあでもいいかと思いながら、こんな感じであの目つぶっています。イエーイ。白い、すごい、触ってみると全然違って、全然違いますよ、ね、本当にもちもちしてますよ、しっとり、はい、わここすごい違います、朝と違います、これ違います、家の時と、とてもいいです。はい、というわけで今回は僕の初めての美容皮膚科体験動画でした。どうでしょうか、気になる人は概要欄に詳細貼ってるのでよかったら見てみてください。じゃあみんなバイバーイ。アキラ、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 わー！アキラ、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 わー！アキラ、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 ア